はい、今回も始まりましたコブチャンネル。いつも楽しんで見ていただいているかは、まあ、俺あんまり楽しい内容になってないかもしれないけど、まあ、今回もよろしくお願いします。さて、まあ、2022年にこのリリースされた、まあ、ローライダー ST ローライダー ST がここにまあ2台すでにあるんですが、僕らもちょっとそのソフテールに対してのカスタムはちょっと今トライクをメインにやってるっていうこともあって、ちょっとまあアクションがスローな感じではあるんですけど、まあ、ここに来てちょっといろんな流れも含めてご依頼をいただいたりとか、あのラインナップの流れも計画していたものがどんどん出来上がってくるっていう流れもあって、このソフテールにもまあいろんなパーツがついていろんなことが起こってきますよっていうのを今日はお伝えしていきたいなと思ってビデオを回してもらってます。こっちの今年22年はこういったまあグレーのモデルとまあブラックのモデルが出てて、で23年の来年ももう出るってことが決定してるみたいなんで、まあソフテールローライダー S ローライダー ST 含めてまあ結構スポーティーに乗ろうよっていうのモデルがハーレーも多くなってると思うんで、当然昔僕が20歳ぐらいの時に初めて買った、まあ、ダイナとか、そういう車両よりも体感して乗り比べてもすごくスムーズになってるので、もう別物のハーレーになってるなっていう感触はすごいあるんですけど、僕らが今取り扱ってるパーツ、ユナイテッドブロックカスタムズだったりウィングスカスタムズだったり、まあ、あとは今年来年とちょっと新しくブランドのパーツディビジョンが始まったあのブラックパレードパフォーマンスパーツとか、そういったものが要所要所にインストールしてあるカスタムもどんどんやっていきますんで、今日はちょっとその辺も含めてちょっと僕らのコブーのソフテールっていうことに関してお伝えしていきたいなと思います。まあ、まずこっちの今グレーのST には UBC のライザーが出てる商品がついて、で Wings のトラッカーバー、これは 1.5 インチの幅狭なタイプがついて、で後で見ていただくんですけど、まあ、メーターデジタルメーターのケースもまあセットできるようになってるんで、まあ、すんなり ST とかにもつくという感じで言ってます。こっち同様ユナイテッドブロックカスタムズのビレットパーツも、まあ、当然ソフテールのミルウォーキーにも付くので、まあ、ついてて、今のこのローライダー S ローライダー ST とかはナローのダービーカバーちょっとちっちゃくなってるんですよね。でその辺も正式アナウンス、販売ももう間もなくしていくので一発は用意されてます。なので、まあ、UBC で固めてウィングスで固めてっていう、まあ、モデルを今ちょうど作ってるところです。ビデオでも見ていただいたかは分からないけど、ウィングスカスタムの、まあ、ジャパンエディションのチャンバー付きのマフラーもこっちの車両には今つけてますんで、まあ、サウンドとか、バランスビジュアルも一回後にゆっくり見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、それにこのグレーの ST の方はブラックパレードとサドルメンのコラボレーションシートも、ついてます。なんでこれ多分これジェル入りで多分ね長距離とかにも楽なシートになってて、まあやっぱり一番ポイントはこの後ろにブラックパレードのマークもまあついてるんで、これ選択する人多いんじゃないかなと思ってます。でそれにまあデダッチャブルでまあロングツーリング行くときはつけて、普段は外してっていうことができるウィングスカスタムの CC バーとキャリア付きの CC デタッチャの CC バーですね、まあ、これも今回この車両につけてます。なんで これはまあ一通り一番乗りやすくて、まあ、人気のパーツをつけてるっていう車両が出来上がると思いますし、本当お手本みたいなカスタムに仕上げる予定です。まあ、そういったライトカスタムから今度こっちはまあ YouTube とかでご覧いただいて知ってる方も多いと思うんですけど、まあブラックパレードさん、まあバイカー向けのアパレルブランド、ストリートブランドさんなんだけど、まあそこのブランドからパフォーマンスパーツっていうパーツのディビジョンが
出ることになって、もちろん仲良くさせてもらってる僕らも取り扱いをするんですけど、そこの今年の、来年の目玉商品はこの ST のフェアリングのブラックパレードバージョンが、まあ、リリースされるとのことなんで、この車両もねそれをつけていこうと実は思ってます。でブラックパレードバージョンの、まあ、ST フェアリングって何がブラックパレードバージョンなのかというと、いろいろ情報を聞くと、まあ、フェアリングとインナーフェアリングが一体のワンピースになっていて、まあ、よくアメリカとかであるあの RT のカウルと、まあ、基本的には一緒だよね。もうポンとインナーアウターがセットになってつけれるっていう状態の商品みたいです。でそれに、まあ、ST ってまあ入手しにくい今品薄な車両なんで、ST のフェアリングを、まあ、あのローライダー S とか、まあ、ファットボブとか、まあミルウォーキー8のソフテール用にあの向けて出すみたいなので、まあ、必ずしも ST の人が ST カウルをつけるんじゃなくて、いや ST カウルを ST カウルがついてない人が、まあ、つけるようにリリースされるようなので、まあ、僕の場合は珍しいですよね。 ST が ST、ブラックパレードフェアリングをつけるっていうのは珍しいケースかもしれないんだけど、まあ、おおよそほとんどの M8 の車両にはつくとのことなんで、ちょっとこのまあ出てめちゃくちゃ人気な ST のフェアリングはちょっとブレイクするんじゃないかなと思ってます。まあそれを後につけるんですけど、来年リリースなのかな。それも踏まえてこっちの車両はですね、ちょっと大きなプロジェクトが控えてまして、そうあって来年リリースされるブラックパレードパフォーマンスパーツだったり、まあ、UBC のユナイテッドブロックカスタムズのパーツだったり、まあ、ウィングスのパーツだったり、それに加えてちょっとまだはっきりは公表できないんですけど、まあいろんなあのブランドといろんな、国のメーカーとちょっとあのマッチさせたような、プロジェクトのデモ車両になって、まあ、新しい提案にもなると思うかな。そういったプロジェクトにこの ST がなっていくことに、まあ、およそなってきましたんで、それはプロジェクトがちゃんと着地して進み始めたら、まあ、YouTube もやっていきたいなと思うんで、あんまりね日本でやってる人はちょっといないと思うんですけど、まあ、いろんなアイデアとリクエストからちょっとそんな方向に進んでますんで、ちょっとこっちのあのやっちまえってぐらいやっちまう ST をちょっとお楽しみにいただいて、でそれに僕らも販売するブラックパレード、まあ、ブラックパレードさんから出る、まあ、ナローの ST カウルなんですけど、ナローのワンピース式の ST カウルとか、まあ、その他新しいミルウォーキー8のソフテールのカスタムの形が見せれるんじゃないかなと思ってるので、楽しみにしててください。まあ、当然、来年も ST 出ると思うんで、 ST を、まあ、皮切りに、まあストリートボブとか、まあ、ファットボブとか、まあ、あとその他ソフテールもいろいろあると思うんで、その辺も、まあ、僕らもともとブレイクアウトとかの用のパーツも出してたりするんですけど、そういうソフテールにも来年は多分マッチするパーツがたくさん来るので、ソフテールのカスタムもまあ参考にいただいたり、まあご相談いただくっていうのも全然ありなので、まあトライク同様にコブーのスタイルを一度検討してみてください。まあ今日はそんな形で、たまたまちょっとね今日は ST も2台勢ぞろいだったんで、そういった形で映像を回してもらってます。一応そんな形で来年のコブーのソフテールのカスタマイズ、まあ、パーツその他をちょっとお楽しみにしててください。今日はそんな形でローライダー ST をテーマにお届けしました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。